Tell him, don't me. FV の発音、パート F はどうでしたか？ Fuck you! それでは、Love で有名な V の発音を解説します。先ほどの F は、という無声音でしたが、V は、ウーという有声音になります。基本的には、とウーの違いで、発声方法は同じです。とウーの違いを細かく説明します。上の前歯を下唇の内側につけ、その密着部分を振動させて、ウーブルドーザーの音のように、ウーと声を前に出します。この振動する音、ウーが V です。では、love の発音を私と一緒に練習してみましょう。love love love はい、それでは皆さん今のいかがでしたか？ V、この V の発音なんですけども、もう先ほども言いましたけども、基本的にはこの F と一緒なんですけども、まあ、やっぱ気をつけていただきたいのはこの下唇を巻き込まない、A だとは噛まない、そして潰さない。まあ V に関してはこの潰すというよりも、まあ、若干この圧力がかかるので、このどうしても先生が精一杯リンガルなのか。Tell him don't me.